皆さん、こんにちは、モルノです。本日は、ハセムアワールについて、レビューしていきたいと思っております。あの、ご無沙汰してますという形ですが、まぁ、あ、ちょっとね、セリエね、どうしてもね、モチベーションが上がらなかった。マジで上がらなかった。ちょっと本当に申し訳ないです。で、えっと、まぁ、あ、これからね、リーガーにかけて、ちょっとモチベーション徐々に戻りつつあるので、まぁ、あ、今日、アワール、そしてバンバー。 おそらくね、このカードも気になっている方多いと思うので、まあちょっと夜,に夜か、もしくは明日ね、あの動画上げれたらなというふうに考えております。現在作成コストが27万コイン。ただ、アワールに関しては EA はやらかしました。あの、元々のアワールの条件85のチームと87のチームだったんですけど、最初のアワールの SBC が出た最初の1分間だけ、それを設定し忘れて、選手11枚提出すれば、 SBC が作成できるというバグが起こってました。バグっていうか家、e、のやらかしですね。なので僕はまあ4時半、時半に SBC が来たと思うんですけど、あの、配信してて、これいけるぞと思って87のチームにブロンズ11枚でクリアできました。なので、あの、 おそらくね、このアワールに関しては無料で手に入ってる方もいると思います。で、実際僕が使ったコインは10万コインぐらいですね。まあ、ただ27万コインでもそんなに高くはないので、まあ、ちょっとどれぐらいやれるかっていうのは見ていきたいですね。で、アワー175センチのハイミディアムはクレートの選手ですね。右利きのフォースター、フォースター。あの、バースデーのカードは逆足5なんですけど、ここはね、あのノーマルカード同様方法になっております。ご注意ください。で、えっと、まあ、能力詞見ていくとね、かなりいいカードです。本当に、あの、 スピードもカウントしますしシュート力も全て90いっているでなおかつドリブル値もオール95へでバースデーと大きな違いとしてはやっぱこの守備っていうのがかなり、まあ、守備スタッツがねインターセプトだってタックルが96までいくので守備に安定感をもたらせる選手なのかなと思ってて、まあ、バースデーのカードだとどうしてもまあ攻撃的な CDM だけどちょっと守備ちょっと物足りないかなっていうところはあったので まあそこがね、あわるあの、解消されてるんじゃないかなと思ってますので、ちょっと守備的にね、気になりますね。で、一応高精度、アウトカーブ持っております。でね、えっと、まあ、前線で、ま、あ今回使っていくポーンの CTM、センターミートとして見ていくんですが、前線はどうかっていう話をすると、僕はね、この選手を前線に置くのはあんまり好みではないです。やはりね、器用貧乏感がすごい出れてるんですよ。 決してね、ハンターをつければ、ストライカーとして全然プレイできます、方法ですし、ドリブルスタッツもあるんで、ただね、ちょっとね、チューンと半端なんですよね、なんか存在感がいい意味でも悪い意味でもないんですよ、このアワールっていう選手は。なので、まあちょっと、爆発力っていうものにかけるのかなと思うそれこそアタルだったり、あのまあ、ロナウジーンョみたいな、強さっていうのは、前線では持ってないのかなと思いますね、あれコンセプト。 なので、まあ、今回ね、えー、とセンターミットとして見ていきたいと思っております。主に、ね、使ってたのは本当に41212のここのポジション右ミット、右センターミットですね、として使ってました。指示は何もつけていないです。であとは442の CDM。まあ、CDM としてねあ,の、まあ、あくまでも攻撃的な CDM というポジションですが、どこまで本当に守備的にできるのかっていうのを見ていければなというふうに考えています。という感じで始めていきます。本当に強い ではまずドリブルから見ていきます。この選手がはですね。ドリブルに関しては、まあ、かなり良くなったなという印象でした。まあ決してね、彼自身ボディタイプ的にドリブルがすごくいい選手ではないんですけど、その身長とかとか合わせてね。えー、とただ、えーと、このカードに関してはやっぱりバースデーとか比べて、やっぱりセンターミットとしては本当に十分すぎるぐらいのドリブルスタッツっていうのを持ってるなと思いました。で、えーとまあ、こら辺、ポジショニングの動き見ていきますが、 やはりね彼はセンターミットだよなっていうのが僕の、まあ、感想であのここら辺の動き方とか攻撃参加の仕方っていうのは非常に、ね、いいものを持ってましたね。あのまあ、バスでと細、ね、田ボールの動きに関してはほとんど変わらないのであのすごくねやっぱりいいなっていうのが、まあ、1つ感想でしたね。ここら辺も動かして、まあ、これトリガーはさせてるんですがやっぱこういった動きができる、まあ、これ残念ながら取りはしなかったんですが。 あそこの3列目からああいう風に追い越してくれるっていうのは、まあ、彼自身の良さですよね。でこの位置もまあ,あの、えーと、それこそコーナーからの戻りなんですけどここもしっかりねボックスの中まで入ってきてまあ、ここはね一概には言えないんですけどまあ、しっかりあそこにいるっていうのは一つ大きなポイントだったのかなと。 泡は、ねえっとまあね、何が良かったかっていうと泡ね何が良かったかというと守備ですねあのバースデーのカードと、まあ本当にね、比較要素が多くなりますが守備がすごく安定しましたあの本当に、ね、ここが一番のポイントだったかなと思いますねもちろん、ね、こういう風に攻撃って前に出てくる、まあ、正直、ね、ここは決めてほしかったここはね、なんでちょ、まあ、しょうがない2つ、まあ、90なんでしょうがないんですけど、まあ、あそこは決めてほしかったですね。 まあ攻撃はもちろん良かったんですけどこういうラストパスを送ったりやっぱりね守備のフィジカルの強さまあスピードも99ありますしまあ守備負けすることは全くなかったですねそこがねすごくねもう本当に良かったのでここね相手モーメンツ・ロナウドです1500万の男ですモーメンツ・ロナウドにもう体を前に入れて守備をできるこういった選手はねなかなかいないですねその上ねやっぱ攻撃要素もあるので非常に完成度高いカードだなっていうのは 全体的にね思いましたね。この位置とかの。まあ、ウィンガーとしてもできますし、本当にアタッキングポジションでプレーできる選手がセンターミッドにいったら、そりゃ強いよねっていう、ここのシュートね。このシュート素晴らしかったですね。っていう感じですね。やっぱね、動き方もいいですし、まあ、ちょっとドリブルは物足りなさは、なんだろう。アタッカーにしちゃうと、ドリブルの物足りなさは僕はあると思うんですよ。ただ、センターミッドとしては十分かなと思います、ね。守備をする分には、すごくいいボディい,いタイプをしてると思います。 ここも中入ってきて、やっぱあそこにね、挑める選手、挑める選手が41、21、2では絶対必要ですね。で、ここ、高精度ですねあの。ここもね、高精度、やっぱり持ってる選手の点の入れ方だなっていう、まあ、決して綺麗なシュートではないんですけど、決めてくれるなっていう感じでしたね。まあ、ジョッキンもね、ここら辺見ていきますが、早いですし、自分で動かしても強い選手の一人でしたね。もうちょっとね、そろそろね、話すことなくなってきたんですけど、まあ、ここもね、ネイマールとのワンツーからの。 ここね、いきなりボーンっていって入れてたら、ただ、ここ中に来てるじゃないですか、あれ。今中中への中央のここ最後、ラストパス、ネイマール出そうとしているとこ、ここの動きができる選手って意外と少ないです。うん。ああいうふうに中に来てくれるっていうのは、本当に攻撃のオプションを増やしてくれるのですごく助かりますね。ここもね、高精度無理やり打ったんですけど、無理やり打ってみたんですけど、意外といいつ、いいショット打つはまあ、入りしなかったんですけど、と思いましたね。 で、まあ、スピードもね、やっぱこういう風に、縦への推進力っていうのは、もう本当に素晴らしいものを持ってるなっていう感じでしたね。ちょっとね、やりすぎですね。ここは決めたシーンですね。あの素晴らしい崩し方だったと思うす。そこに対してね、アワールっていうのがいるのが、一つ大きなポイントだったかなと思いますね。で、このシーンも、えっ、ー、と、中央から縦、まあ、アワールの最初、起点のパスに持ってるんですが、まあ、ここはワマンやりすぎですね。 <laughs> まあ、5、2でも勝ってるんであのまあしょう、まあ、しょうがないっていうか、いいかなっていう感じでしたね。ただ、その後もね、ここのね、守備ですよね。最後の守備もしっかり戻って、しっかり対応できてるなっていうのが。では、最後、アワールまとめていきます。まずね、値段に対してのお話をしますと、28万コイン、えっと、安いと思います。この値段を出して、この値段を、この SBC を作って後悔することはあまりないと思います。やはりね、まあ、スタッツが見せるように、 あのもう攻撃的な選手としても活躍できるじゃないですかハンターをつけた時にストライカーだったらトップしたできるじゃないですかその選手がやっぱりここまでの例えばスタンディングタックルだってインターセプトは96を持っているので数値を持っててディフェンスもしっかりできて。 まあそれこそ4、1、2、1、2あの今多分一番流行ってるフォーメーションと言っても過言ではないフォーメーションにとってそこのセンターミットの選手ってやっぱりワークレートハイっていうのは絶対マスだと思うんですよやっぱゴール前に顔出してもらわないとあのフォーメーションの良さっていきたいんででその上でまあある程度守備もできないといけない選手ってなるとなかなかやっぱりね 数値をままず持っていいるる選手じゃないと務まりにくい部分があるんですよもちろんルーカス・バスケトだったりできる選手はいっぱいいるんですがやっぱこのアワールっていうのはこの値段でこのオプションでリンクを考えるとフランス人で、えー、とリーガンでっていうことを考えると間違いなくこの値段に見合う価値のある選手かなと思いましたうん本当にね素晴らしいなと思いましたパスセードもねやっぱここまでの数値持ってるのでほとんどね文句なしですね で、えー、とそれでもトップシャーとかに使いたい場合はエンジンにつけてもいいとは思います。あの、まあ、ここのドリブルはね、うん、この選手のリーンのボディタイプ持ってるんですけど、多分そこまでね、これでリーンのボディタイプ持ってるんだっていう感じのタイプの選手なんですよ。なんかリーンで175センチって聞いただけで、もっとドリブルの良さを想像してもいいんですよ。この数値を持ってるんで。ただ、 そこまでの安定感はないです。もちろんセンターミート CDM としての安定感すごくあるんですけど、じゃあ前線でドリブラーとして活躍できるドリブルが持ってるかって言ったらないですね。なので、まあちょっとドリブルブースト上げてもいいんじゃないかなと思います。まあそれがね、ハンターでもいいと思いますが、まあ本当にね、CDM からストライカーまでどこで使ってもそこそこの結果を残すと思います。ただ、えー、他の選手との比較。うん。 あのねリーガンね、意外とオプション多いです。で、まあ、前線になれば、それこそ、まあ、デパイだったり、他の選手もいるんですけど、あくまでまあ今回見ていた CDM センターミッドという観点からお話すると、あのね、なんか無理に作らなくてもいいんじゃないかなと思っちゃいましたね。なぜかというと、このパケタのカードが、パケタのカード、まあ、もっと守備的にいくのは、本当にザ・ CDM 求めてんならアンドレがいいと思うんですよ。 このカードフィジカル96あるんで、かなり守備的なアンカーとしてはすごくいいと思います。ただ、その同じ、まあ、例えば2、2センターミント必要だっていう話になればまた変わってくるとは思うんですけど、ってなった時に、あの、まあ、レナと、レナとのカードよりは僕は確実に強いなと思いましたレナとのカードはやっぱりどうしてもね、この、 まあフィジカル90あるんですけど今のゲームプレイだとセンターミットとしてプレイするにはちょっとフィジカルだったりドリブルがすごく物足りないなって感じちゃうので僕はレナトよりは強いなレナトから乗り換える価値はあるなと思いましたただ実際にこのカマウィンガのカードこの選手のねまあ3-3ではあるんですけどハイハイのワークレートで推進力あの存在感っていうのはすごいです、まあ、もう少し守備的な選手になると思いますあとはこのカードが僕どこまでできるのかっていうのがすごく気になってますねあのステータス的にはね 本当にね、アワールともう遜色のないものを持っています。で、なおかつ、確かハイハイワークレット、ミディアムハイ、まあワークレットも一緒で、ボディタイプリーンで、で、この選手、フォーフォーなんですよね。本当に非常にね、ステータス的に似た選手です。まあ、アワールの方がちょっと強いかなっていうぐらいなんですけど、まあ、そのパケタ、まあ,あの、ブラジル人とフランス人っていうことで、まず一つリンクの違いはあると思いますね。そこで、例えばネイマールと緑になったり、まあ、エンバフェと緑になったり、 えっと、そこは違うじゃないですか。まあ、リンクの差っていうのはあるんで、まあ、リンクに応じて選手を選ぶのはいいとは思うんですけど、あワールっていつまでだっけ ?4 日でしょもう少し待ってもいいのかなと。まあ、今ね、非常にね、値段が安いっていうのもあるんですけど、うん、多分ね、このパケダのカードに関しては、おそらく相当排出量って多いんで、今回、まあ、下がるでしょうね。うん、確実に下がるでしょうね。なので、まあ、 うんまあ、ステータス見る感じ合わるのが、まあ、若干強そうではあるんですが、まあ、それこそコインがなくて、あんま素材ないんです。28万ゼロから工面して、今回作んなきゃいけないんですっていう風になった場合に、まあ、一回パケタ試してみてもいいのかなと思いますね。うん そのぐらいステータスの差っていうのはこの2人の選手な,な,ないですね、ほとんど。まあ、レナというよりは確実に僕は強いなと思いますした、で、カマビンガもね、今30万、もうそこまでオプションとしてはね、変わらないので、まあ、ここら辺ね、好みもあると思うんですもちろん、まもあのね、バケタのドに関しては全く使ったことないんで、どういう方か全くわからないんですけど、うん。まあ、CDM として、探しな無理に作んなくてもいいのかなとは、この値段見ちゃうと思っちゃいますね。あの、この値段を出す。 出して損することはないとと思いいますという感じで終えていきます。で、えっと、まあ、この後、夜にはバンバンあげたいと思っております。で、その後はどうしようかな。まだ、あ、何も考えてないんですけど、まあ、いいけんもやらなきゃいけないし、やらなきゃいけないっていうか、まあ、17勝できればいいかなと思ってるんですけど、進めていきたいかなと思っております。ちょっとね、まあ、デバイとか気になるけど、うん、まあ、パケタも気になるな。うん、このカードすごく気になる僕は。うん、スタイルタス的にね。 あとは、まあ、パケタ、デパイ、ベンちゃんはな、ベンちゃん220万。まあ、買えないことはないんですけど、うーん、どうしようかなっていう感じ。まあ、ディマリア・マルキニョスとか見れたらなというふうに考えております。今日も見ていただきありがとうございます。質問コメントなどありましたら、いつでもお待ちしております。配信の方、ぜひね、ツイッチでやってますので、あの、フォローいただければ、あの、通知が飛ぶようになってますので、まあ、昨日だったり、まあ、今日はちょっと、まあ、今日もやろうかなとは考えてますが、ちょっとまだ、 あの最終的には確定はしないです。という感じで今日も見ていただきありがとうございます。質問、コメントなどいつでもお待ちしております。チャンネル登録といいねの方引き続きよろしくお願いします。ではまた。